はい、お疲れ様です。ナミさん、今日も動画の方ありがとうございます。タイトルって非常に大事ですよね。それからキャッチコピーとか短いキーワードで人の感情を揺さぶるものってね、よく電子書籍の頃にタイトルの付け方で 95% っていうふうに言われてましたけども、まさにタイトルで人の気持ちを持ってこないとその本が開かれることってのはないですからね。だから背表紙っていうのは手に取らせるためにどんな訴えかけ方をするのかってことです。そういう意味で言うと、書店に行くといろんな背表紙を見ることができるから、思いもしないような本との出会い、著者との出会いっていうのがありますよね。で、今回ね、私ね、鈴木、信弘教授っていう方に出会ったんですよ。出会ったって言っても実際に会ったわけじゃなくて、その方のお話していたのが、その日本人のね、10人に9人が餓死する未来が来るんじゃないかなっていうのは、食料自給率 10% っていう問題なんですよ。どういうことなんだろうと思って、その方の言われてることをね、 YouTube で見てみたんですけども、現在食料自給率ってだいたいカロリーベースで 38% って言われてるんですよね。しかし国産の製品ですら、輸入品の種とか、肥料とか飼料によって賄われているということを考えると、純粋に国内生産できるものってもう 10% もないらしいんですよ。で、そう考えるとね、確かにこのままいくと輸入や輸出ってものが滞ってね、食料品を作るための原料が日本に入ってこなければ、あっという間に食料自給率は 38% どころか 10% を切るなと思うんですよね。まあですんでね、私たちに必要なのは何かっていうと、まずは知るってことだと思うんですよ。私たちは食べ物を作る経験もなければ、食べ物をどうやって作ったらいいのかっていうふうな知識もないわけですよね。ましてやその食べ物がどっから来てどういうふうになっていくのかっていうことは普段考えずに生きてると思うんですよ。それは一つに幸せなことです。食べることに悩まずに生きていける、少なくとも今まで何十年間がそうだったですよね。実際に明日何か食べるものあるかなないかなっていうふうにもう悩んだことってないと思うんですよ。いつでも当たり前に食べ物があって、街に出かければもう吐いて捨てるほどね、格安ランチがあったりとかするわけですよね。でもそれっていきなり止まるかもしれないっていうふうに今私は考えてますよね、だから今ライブ放送でも言ったんですけども、自分にできることはね、本当に少ししかないんですよ。ほとんどできないと言ってもいいと思います。だからこそそれをねやっていきましょうってことなんで、私が訴えかけたのは、とりあえず農家に知り合いを持とうってことですかね。で、そこからお米なり野菜なりを実際に買い付けに行ったらどうですかと。お米40キロとかね、40キロじゃない、10キロ。お米10キロ4000とか5000で買えるはずなんですよ。高くても7、8000だと思うんですよ。年に1回はそういうふうに生産者さんから直接買ってみることによって、だんだん私たちは意識が変わっていくんじゃないかなと。当面そのぐらいしかやることはないし、その先にもっともっと深く知りたい、深く関わりたいというような気持ちが待ってるんじゃないかなと思うんですよね。本日は以上でございます。